えっと、アリさんと一緒さん、女子高生ですが、ドスコイさんファンです気になりますよね。ちょっと行ってきますが、お気に入り的家,家でマネしよう。あ、そうなんですか。あら、若い方でも、スコイい見るんですね、うん。あ、そうですか。嬉しいです。うん。<laughs> いつもね、あの、なんかあの、ね、街歩いててね、あの、ま、基本的には誰もね、ドスコイのこと知らないわけですよ。ほとんどね、知らないわけですけど、なんか特にね、若い人がいっぱいいる時って、周りが、周りがね、みんな若い人の時って、 とかね、あみんな若い人だからまあドスコイのこもまあシルク知ってる人まあいないだろうとか勝手に思ってるんですけど中には知ってる人もいるんですからね。うんでなんかこう40代50代とかねの人がいっぱいいる場合はね万が一ドスコイの知ってる人がいる可能性ゼロじゃないなとかね思ったりするんですけどねだからあんまり悪いことできないなとかもともと悪いことなんかしないですけどなんかあのちょっとこう足組むとかねなんかこう。 どすごい足組んでるイメージなないいじゃでですか,だから足組んでたらなんかイメージ悪いでしょだからなんかこうなんとなくこうね何ていうの足組もうと思った時にあーでも周り結構40代50代の人多い今多い感じだから、まあ、一応やめとこうかみたいなね <laughs> なんか頭の中にちょこっと思うみたいなことはあ,ありました。